ジーダンです。今ですね、HG のキュベレーを制作してるんですけれども、塗装でね、このね、ここから先の部分を違う色で塗装したいので、この今ね、白く塗装してる分をマスキングしたいんですけれども、これがね、ちょっとこの丸いパーツ、丸いパイプがね、刺さったようなパーツなので、ちょっとね、マスキングが面倒なんですよね。で、このパーツだけを考えると、ここの部分を先にね、塗装して、で、マスキングして、後からこっちをね、塗装すると、マスキングはね、もうここぐるっと巻くだけでいいので、楽なんですが、まあ、他のパーツとの、こう、塗装のね、兼ね合い上、こちら側のね、こう白をね、先に塗装しましたので、こっちをね、後からということで、ここね、マスキングしないといけないんですよね。ただここは、丸いパイプがね、刺さってる、ところなので、こうね、丸くね、マスキングしないといけないです。それで、こういう時にね、使おうと思って買ったのが、こちらのね、ロータリーパンチです。で、これは以前動画でもね、ご紹介させてもらったんですが、こういうね、こうペンチみたいな機構で、ここにね、まあ、プラ板とかを置いて、バチンってやるとね、こう丸くこう打ち抜けるものなんですよね。で、これで、ね、マスキングテープを丸くね、打ち抜いて、これにね、こう被せてしまおうと思います。まずこのパイプですね、これはだいたい2ミリぐらいだったので、2ミリに合わせて、直径が2ミリに合わせて、よいしょ。で、マスキングテープを打ち抜くと、ここに置いてバチコンと、よいしょ、よし、こんな感じになりましたけれども、これね、もう打ち抜けてるので、グッとね、中を外して、2ミリなんでね、ちょっと指じゃ難しいですね。で、ここをね、ちょっとカットして、こうギリギリでカットして、よし、こんな感じですね。さらにね、この穴の部分にちょっと切れ込みを入れて、多分ここに切れ込みを入れるだけで、あとはね、スッと入るはず。すごいね、細かい作業ではあるんですけれども、ここにあとは通すだけなんですが、この辺難しいな。これね、パーツがね、複雑で、なおかつこう、ね、パイプがこう2本ね、密接してるっていうのがね、ちょっと厄介なところなんですよね。よいしょ、これをね、ちょっと破らないようにグッと通して、よし、 OKOK、 サイズもなかなかにぴったりですね。で、あとは爪楊枝で縁を押さえて、ちょっと隙間がね、切れ込み入れたところ隙間が空いてまして、多分この直径がね、2ミリよりもちょっと大きかったとは思うんですけども、よいしょ、こんな感じかな。よし、 OK かな。で、もう片方も同じようにやらないといけないですね。2ミリで穴を開けて、よいしょ。で、パーツがね、接近してるので、ここギリギリで切り落として、そして丸い部分にも切れ込みをね、入れまして、で、あとは周りにね、貼るだけ。よし、こんな感じかな。で、爪楊枝でしっかりとね、縁を密着させて、で、切れ込みを入れたところをね、ちょうどこう内側に持ってきてますので、このね、内側をまたしっかりと押さえておきたいですね。この細く切ったね、マスキングテープをこの間にね、この隙間に差し込んで、よいしょ、こうかな。この丸い部分のね、切れ込みを入れたところを、これでね、上から塞いでおけば、よいしょ、こんな感じかな。よし、OK。で、周りもね、綺麗にマスキングしていきます。で、こんな感じに塗装したいこの先の部分だけを残して、周りの部分をしっかりとマスキングができました。で、そもそもね、プラ板を打ち抜くためじゃなくて、まあ、僕としてはね、このマスキングテープを打ち抜いて、こういうところのマスキングにね、使いたいなと思ってましたので、そのね、使用用途でね、しっかりと使えて、よかったなと思います。淡々と作業はやってたんですけれども、結構ね、僕の中ではテンションが上がってます。もうね、やった、使えたっていう感じなんですよね。で、多分ね、
もうちょっと綺麗に、ね、マスキングするためにはあの丸い部分を、ね、切れ込み入れましたけれども、あれをしっかりともう切断してしまって、まあ4分割ぐらいしてこう周りから、ね、こう貼っていくっていう手もあるとは思うんですけれども、これがねもう2本ねこう並んでね、こう入ってるので、ここがねもう1本だけしかね入ってない場合はもう丸いっぱ丸くね、内にいた、ね、マスキングテープをこう4分割してもう上下左右からこうね、丸い部分をねしっかりと合わせて貼っていくっていうやり方もねあったと思うんですけども、ここがねこの間の部分がもうどうしようもないので、もう一箇所だけ切り抜いてもうかぶせるような形でね、今回はマスキングしました。それで、まあ、1個はねできたんですけれども、もう一つ同じパーツがありますし、あとねもう2つね、ありまして、このパーツね全部で4つあるので、あと3つね、しっかりと同じやり方でやっていこうと思います。